はい、それではあの、準備ができたようなので、中島なんか初出演ではないです。セブンスさんではないです。あ、アルマジロは初めてです。何回か。はい、セブンス初めてやらせていただきます。あ、今日は、ショヤでも、あ、ショヤじゃない。ショヤでございますが、バージンと。バージンと西川に、ね、バージン聞いたくなかったな、この顔見て。女性もいますからね、殴られますよ。そうですよね。いや、あ、女性に殴られるくらいの僕はもう、俺のことです。M なんですね。かかとがもうね。私も M です。はい、それではですね、ちょっと、リガーのお出しからちょっと異色な感じがしてますが、皆さんご期待してくださいね。私も初めてだったんですが。はい、皆さん初体験。痛くしないで、余計なこと言いました。誰も笑ってくれない。はい、それではセブンさんのステージでございます。よろしくお願いします。皆様こんばんは、今ご紹介に預かりました。ちょっと心じゃうるさいやつやってるんですけど、オリジナルをやってますんで、分かんなかったら分かんないで大丈夫なんですけど、楽しくいきましょうよって感じで、じゃあ一発やらせていきます。大丈夫ですか？本当ですか？もっと調子こいちゃっていいですか？今止めとこがないとえらいことになりますよ。責任取りませんよ。はい。
中途半端な夜だ<笑>土日にライブとかじゃなくてこの今日もこのクソ寒い木曜日の夜熱き行こうじゃないのよ<笑>はい、そんな感じでね、いつもやってます。はい、いつもだとねお帰りはあちらですって言われるんですけど、そこはあるまじよ、よろしいただきありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じでね、次ちょっとね優しいやつを。 Thank you.
外寒いですけど、暑くなりましたか？お兄さん、お父さん、お嬢さん、お嬢さん、お嬢さんいないか、ごめんなさい。あれ、暑いっすよ。一生懸命やってるように見えるでしょ、うん、適当なんでしょ、結構ね。はい、じゃあね、次はね、うちの鉄板の曲やらせてもらいます。雨って曲ですよ。今日は外が寒いんですけど、雨、いい曲ですよ、聴いてください。
間の経つのが早いのでお待たせしました。次が最後です。本当ですか？今聞いたばっかりとかいろんなやつありますけどね。いろんなの聞きました。心から言ってくださいよ。偽物は嫌いです。ちなみに僕たちはどっかのなんとかロックじゃないけど本物です。知らないから。そんな感じでね、最後の曲になりました。どうせね、ちょっと忘れられちゃうかもわからないんで、ちょっとここでね、足跡を残したいなと。今後はありますので、ということはね、皆さんやらされるんですよ、今から僕がやることに。覚悟は決めてますか？もうこのノリで恥ずかしいとか言うのはなしですよ。え、いきますよ。次、うちのね、代表曲のね、ハイアンドローって曲があるんですよ。まあ、歌の内容はいい時もあれば悪い時もあるって曲なんですよ。それをみんなで、一緒に歌えばいいだけなんですよ。多分ね、今日はね、ミュージシャンの集まりだと思うんで、よくあるような、じゃあ今から練習しますよって、そんなないですからね。はい、これは一回限りで。たまにね、参加してくれるのがいいんだけど、無理無理ハモリ入れてきたりとか、そんなこと頼んでねえよっていう、ユニゾンでいいんだよっていう、そういうノリでいきましょうよ。ちょっと色気ついちゃってさ、ロック度とかわけわからないこと言うのやめてください。もう掛け算だけで仕事ないよ、そういうのはね。そんな感じでね、ハイアンドロードって曲でやって、お別れしたいと思いますね。またここでやれたらいいなって本当に思ってますからね。でかでかでね、また機会がありましたら、もうちょっと暖かい時期になったら寒いの苦手なんで、そんな感じでありがとうございました。嫌いなことだけあるから。
しんで楽しんで楽しんで、こんな熱いおじさんを見て感動しております。もう今見ると黒白の水玉でこうちょっとねコントラストをつけてるパッと見たら平野さんの水玉だっていうの水玉比率が高い。だってみんな水玉にしなくてダメですよ。ねえ、なんか昔の海軍総理のネクタイみたいな、そんなことを言うのは俺だけです。ああ。